です。なぜ不景気なのかについて、まあ、考えてみたいと思います。国富論ね、まず国富論があって、そうだな、分業によって物がすごい安く作れるようになりましたよね。機械化によってブレスキでね、こういうビデオカメラの型を作るのにガチャンガチャンガチャンとすね、もうハンマーとかでカン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 って型を作るんじゃなくてブレスキじゃないですか。しかもそのね、不良品を探す作業も人が一つ一つこれダメこれいいこれダメこれいいってね、手作業じゃなくなったじゃないですか。まあ、それによって人件費ってすごいかからなくなって、少ない人数でより多くのものを生産できるようになりましたよね。で、多くのものを少ない人数で生産できるようになったことによって、まあ、値段がね、どん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 お手頃な価格になってくるじゃないですか。そういうふうに値段が下がってったってこともあるんですけど、まず量販店ってあるじゃないですか。電化製品で家電量販店なんですけど、そういう家電量販店で他店と徹底的に対抗しますっていうスタンスでやってますよね。でそのスタンスでやってるからこそ、まあ、値下げってあるじゃないですか。あっちのお店もっと安く売ってたみたいなこと言うと、まあ、大体こういう風に、ね、パシャって取ったりして、であとは見積もり書とか思ってその証明ですので持っていくと、ちょっと検討させていただきますって持っていかれて、うちじゃこちらの価格で提供させていただきますって。まあね、値上げってもう、ね、不景気20年間の不景気の中でまずね誰もやってこなかったんですよ。こういう本とかね読んで、まあ、考えてるんだったらいいんですけど、本読んでる人ってね、まあ 5% くらいなんですよ全体の。でさらにその 5% の中でも雑誌、あと漫画、あとこういう本、あと小説、それ全部含めて 5% で、おそらくこれ読んでる人ね 1% 満たなかったと思うんですよ。でその 1% 満たない中の実行してるのがさらにその 1% の中の 1% みたいな。だからほとんど本読んでなくて実行する人も少ない。だからこそ、まあ、おそらくこういう本とか読んでも全然ねまだ使えるノウハウがあるんじゃないかなって思いますよ。一度読んでみてください。それでは。